一瞬、ああ、俺なんか悪いこと言ったかなと思って、ちょっと若干反省した。なんかごめんな。反省しろ、反省。はい、すみません。許してください。許してやる。今。じゃあ許してやる代わりに負けたにを、負けたにを破壊するんや。無理やろ。もう国力差が半端じゃない。大丈夫やろ。お前、所詮お前。あよっしゃー。時代が追いついてきたら勝てる、勝てる。横の、あの、ポーランドっていう国がもうすでにあれやもナンバー2の地位を手に入れて、なんかもう、あれやもん。いや、大丈夫、大丈夫。大丈夫、大丈夫。ごめん、何も思いつかへんけど、大丈夫、大丈夫。いや、それ、なんか、絶対無理なやつや、それ。だいぶ、あの、この大陸のがどんな大陸か分かってきて、このムー大陸がどんな大陸か分かってきて、もう一個大陸の大きさが実はそんな大きくないのではないかという。ってことは何？ちっちゃい方が、あの、ひしめいてるってことそうそう。めっちゃ短い骨肉の争いを繰り広げてたのではないかと言われる。マジか。ありそうやな、でも。考えて、もっと考えて。あ、マスカットの、うん、あれやったんや、あのポーランド小四国やったんや、総四国か。あ、そうなん、あ、いいっすよ、そんなマスカットなんかも、もうスカッと来てください。そうっすか、あ、あ、じゃあちょっと遠慮なくいきますね。どうぞどうぞ、もうぶつかっちゃったね。めっちゃ物語いいなぁ。怖っ。イギリスがやるじゃん。待って、もう一回言って、なんだって。なんもじゃないよ。なんかイギリスに対してなんかものすごいなんかあの比較法で悪く言われた感じするんけど。いや、優秀な一番弟子やもんな、ポーランド。そうで、いや、もう泣かせて。それに比べて二番弟子やみたいな雰囲気やってる、なんか。二番弟子なん？いや、二番弟子。てか弟子な。弟子ではないな。いや、なんで弟子じゃないの？弟子じゃないの？いや、弟子って言うと下僕やからもはや体だけの関係。ああ、そういうちょ結構ドライな関係で、ね、もうちょっと言い方なかった。俺もそう思った、下僕ってなんやろな。お金だけの関係、そっちよりむしろあの体だけの関係の言い方の方がだいぶそれ正しいね、金だけの関係。ヘルシーはねー、ママの味だよ。それミルキーやろ。せやな。そうだ、言ってもたわ、ごめんな。いいね、悪いな。そんな謝るようなことやったっけこれ。いや、なんか空気悪くしたなと思って反省するわ。とりあえずあのアレクサンドルに対して、いや、アレクサンドルに対してちゃんとあの調校したから。またお、なんか来てる。こ怖くってもできたんで、ちょっとあの献上しました。知らん間にうちの投手の快適性が尋常じゃないぐらいに上がってる。よかったよかった。これも SFC のおかげやな。あ、SFC やっぱそういうところから。やっぱスターリンさん、スターリンさん偉大なんやろな。多分 SFC の人間が多分あのファンクラブの人間殲滅してるんやろと思うけど。快適性上がってるだけやったのかね、それ本当に。あ、こいつ不要やな。粛清。粛清や。早く強さし輸出したいんやけど。出ないで。はい、港作るー。はい、港作る。すごいもう統一されてきてる感あるわ、この大陸。よかった。よかった。足跡がやばい、ほんとに。早く反抗作戦起こせやで。早く反逆起こすんだよ、みんなで。いやいやいや、みんなでってまだあの、まだ見ぬ知らぬ国は3つもあるんやけど。みんなおとなしい国やな。あれ誰のせいや、誰の。いやいや、率先しておとなしいんじゃないですか。いや、てか、ほんまマケドニア連合軍がいるせいで東に進出できない。俺なんか閉じ込められた、完全に。なんか、スコア見るとなんか、日本だけ発展遅れてるもんな、明らかに。いやいや、完全に閉じ込められた、あのなんか山脈地帯に。早く、そういう時はお前、外洋に進出するあれを作り、開発して、あれをするんだぞ。あれをあれして、あれするんだぞ。まあ、もうこれ、いや、だからね、君たちを探しながら、あの、移転先を求めてるんじゃないか。原作違うな、拡大したっけ。ちなみに新大陸もうだいぶ場所ない。ハットゥーシャどこよ。
あそこか。ブラッドフォードのマジ隣国や。どうすればいいか。あそこ滅ぼしても無理やろな。あの中性度が足りへんくて。もともとでも、ズブスキーもあんまり。あ、じゃあさ、ハトゥーシャ俺が滅ぼして、で、その後あなた取って、あ、逆か。で、だ、え、取って、あなたに献上するってどう？え、それで僕に、あれですよね、解放戦争とか言って、ふっかけてくるつもりですよね。しませんって。いや、だってこれ、あの、これイギリスだよ。スコットランドじゃないからね、これ。いや、そう言って、いや、イギリス人僕信用できないんで。あれまだ弟子として甘いか。あ、信用ない。だいぶ、だいぶ貢ぎ物出してるのよ。うん、じゃあだいぶそう、ほんまにな。ちょっとじゃあ悲しくなったから、じゃあどうぞ、ハトゥーシャは、あの、そのまんま、ありのままにどうぞ。思うがままに。ありのままにするのが一番いいと思う。結局無理やと思う、中性度が足りひんくて。まあ実際確かに遠すぎるからな。反乱待ってるスキルだけど。またあの、どっかの町みたいに、悲しい町みたいになるやろな。そうだ、やっちゃったり、潰されるやつ。誰がやっちゃったりじゃん。やったあたりじゃないのあれ。ガサツに潰されるやつや。いやだから、あ、だからさっきも言ったけど、解放してあげてんって。肉体から。じゃあな、ポーランドを分割するために、ポーランド探しのために出るか、そろそろ。おい、やめろ、来るんじゃない。いや、俺たちにはそういう使命があるって、バッチャが言ってた。バッチャが言う。ドクロ連合軍派遣しようぜ、新大陸に。やめて、来ないで。大理戦争して遊ぼうぜ。大理戦争して遊ぼうぜ。遊び方よ。いや、海に出て分かったけど、お前小さいわ、俺らこれ。俺らの派遣争い。負けたけど、強いとしてるこの島。ちっちゃいわ。いや、これもしかして、じゃあ俺こんだけ暴れ散らしたけど、これ協力した方がいいんじゃないか。おや。いや、もう全然敵はロシアとソ連やって。違いますよ、同じや。ドイツとロシア。マケドニア、マケドニア、マケドニア、マケドニアが全ての元凶。わかるこれ。Yes, マケドニア、マケドニア。いやいや、僕はもう争いのないあの平和な世の中にしたいがためにあの統一してるだけなんで。ドイツとロシア見てみ。こんだけあの近くにいながら友好宣言を結ぶほど俺たちは文明として立派や。いやいやいや。マジずっともや。ちょっとあの新大陸の開発にちょっと心を躍らしてるからみんな。そう俺たちが新大陸の覇者になるって俺ら夢見てるから。